ったっけの。なーにするんだったっけ。これを、あー怖い。おしししし、だ、まあ、ボーンって言った。この子知らないんじゃないの。アホ毛2本生えてるし。ちょっともう一回、もう一回聞こう。聞こう。おほ、また来やがったな。おほ、すごい、マクク君っていうところに。じゃあさ、サムネはさ、逆さまにした白にしよう。生きて帰れる保証はねえけどよ。なんでも、それなりの褒美が手に入る。待って、着るもん着た白じゃん。ファーっとがうなっちゃう。また簡単に言ってごめんね、みんな。せいぜい、期待してる。命だけでも持ち帰ってこいよ。白じゃん、やってること確かに全部白だ。なにここ、ここあれや、あれだ、これディアブロのボス、ボス戦だ。ディアブロ3のボス戦のシーンじゃん。そうなんだ。あとなんか似てるゲームあるかな。いや、似てるゲームを探す遊びではないわ、これは。さすがに、でも奥義溜まってるからいけるよ。いける。これでゲームオーバーしたら取れ高の塊。おー、強い。やめてくれー、やめてくれー、やめてくれよー、やめてくれよー、ごっかさーん。白は白なわけですよ。白の試練というのは、おじむさんをプレイすることであって、あの逆さまの白の試練は、村に尺を稼ぐ。悪魔のようなささやきなわけですよ。宝が欲しいかっていうね。まあ、そういうことですよ。その、ような、絶滅の道は、選びません？あと、武器を強化する暇があったら、一旦これをマックスにしなさいと、母上様は言いますと、足りません。信じられん。何もうまくいかない世の中だからこそ、生きててやりがいがあるんじゃないか。そう思わないかね。あ、すごい、甘酒飲みたくなる音楽。あ、甘酒すごい、カニ道楽みたい。ほらな、2で足りるんかい。3にしようとしてたぜ。お、仕掛けだ。弓にします。チーズの伝説。違う違う、あ、こっちだ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 、こっちだ。ほらな、ほらな。楽しい、楽しい、このゲーム楽しい。ああ、ああ、空持ってたわ。あ、忘れてた、さっきの試練の時この火縄銃とかいう。原因に踊らされてしまった。ザシュ。鍵穴が壊れている。これでは鍵では開けられないだから。え、ちょっと猟奇的すぎたかな、発想が。違う。鍵穴が壊れているということはだ。あ、ここは順路ではないということだ。よしよし、戻るで。え、
いやいやいや、そんなこと、あ、マップを見れとな。見れ、見ろ、見ら、見り、見る、見れ、見ろ。あ、まだ北のマップ持っとらん。なんだろうな、なんだろうな。ここ泳げんのかね。なんだろうな、なんだろうな、なんだろうな。実は隠れ、あ、これだわ。かねという、そういうことなんですよ。ほら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 、杖2階まで。あ、これもしや3つだ。やっぱさっきあげといてよかった。どっかでじゃあセーブポイントあるわ。いいね、なんか登ります。光っとる。あおー、しょうちゃんが泣くギミックがありましたね。でもさ、これ鳴らしたいんだけど。ボーン、ボーン、ボーン。ひろちゃんが泣くギミックがありましたね、またね。またしてもか。強化。ナイス。切られたことないのに。今あったよね。違うか。え、なんだここ。お回りしてよかった。なんだろうここ。あら、なんかじゅんろかな。なんか下も行けるし左も行けるよ。来たで、これは取っとこう。まだ。まず、セーブしよう、一回。楽しい。あら、光ってる。ダルシはあれだっけ？違うの。あら、これで脱出するんだろうな。え？ダメだ、なんか進んじゃうわ、これは。これは、へぇ、カエデで来るのか。面白い。戻りも、あ、ドゥー、大変だった。
これなんだ。一個ない、一個ない、わーい。そうそう、いけないんだ。あ、じゃあ渡っちゃおう。はーい。あ、え、着いたのこれ。あれ、チャプチャプ。あ、さっき引けなかったところだ。わ、すごいカラクリ屋敷感。なんかスマブラのステージっぽい感じも否めない。なんかやばそう。飲んだら、乗ったら、スイッチ踏みそう。あ、普通に取れるんだ。あ、来た。これさ、ハマの弓じゃないと倒せないとかあんのかな。あれ？こいつら走っとるぜ。なんかボス来んのかな。え、これだけ？あ、これで。メープルシロップを絞らせろ。カエデが闇落ちしたら白はちょっと心折れるわ。あ、協力して戦うのか、もしかして。あ、え？ああ、今、フィニッシュすればよかった。あ、待てよ。さっき行けなかったところが、ここは鍵穴が壊れてんだよね。あ、行けるんだ、ここも。え、これも開くの？これも開く！あらあら。あらあらあら。あ、やっぱそうだよ、ほら。あ、こうやって来るんだ、カエデの場合は。敵も変わる。え、ちょっとちょっと、まさかの。はめないで。で、左行けるんだ、セーブポイントの。セーブしとくか。ちょっと絶命しそうだもんね。んあ、弓で戦えるの？もしかしてこの子。よ？あ！先行ける。先行ける。これは正解だわ。あいつ強いもんね。回復薬も使いたくないし。で、もうすごい勇気あるよね、この子ね。え？やばい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 、これはやばい。これはさすがに使おう。使いました。もったいないけど。これちょっと行っていいのかな。行ってみるか。裏。
屋が置かれている。あら、あら、代わりになんか置けばいいんだよね。あ、わかった。どこに打つかわかんないけど、いいんだ。あ、あー、これカエデじゃない、カエデじゃダメだ、これカエデじゃないわ、こっちだ。マグレ、いや、そんなわけない。あー、これだ、これ置くんだ。浜屋を渡すんだ、馬に。そしたら倒せるんだよ。かっこいい。おお。うん、それで開くんだ。重さが違うのかな、やっぱ。これで鍵三つ揃いましたね。のもとへいざ参らん。山之助、山之助強いから大丈夫。あ、開かない。なんかやばいの来た。山之助、気をつけて、ゲンマが中に入ったわ。あれ使っちゃおうか、緑のボシボシボシってやつ。ハマヤをもらってとどめを刺すのかな。怖いかな。何も怖くない。やっぱり来たわね。人間としては上出来、でももう間に合わない。かっこいい。白も空飛べるようになりたい。まずはその先っぽで自噴させるやつでしょ。なんだと。かわいい夢丸が目の前で殺されたら、雪姫の悲しみと絶望は極地に達する。目の前で絶命する瞬間を見せるって究極の表現だよね。それを飲む信長の力も強くなるという寸法。そのために二人を。すごい、責任帳で素晴らしいと思います。さあ、ペンさん、あれじゃ緑のさ、ブロンってやつにさ、言えばさ、上のさ、ふふふ、ひょいひょい。しまった。どこに白いる？あ、いたいたいた。痛い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 。よし。いい感じ。当たるね、全然。食べておしまいって、白大食感なんだから。神経は得意だよ、食べるの。こいつらで、奥義の弾を刺すので、いや、さっき薬草使ってよかった。これはどう。これはどう。あ、当たった、やったやった。キキー、ビリビリ、ビリバース効果で白に恋をしておしまい。
か昆虫だからよく効くのかな。やっぱ暇味とかも使いたいけど。人外虫駆除、昆虫バスター、しおちゃん火薬に火をつけたわ。導火線に火をつけろ、すごいふにふにメロンパン、かっこよ。色づきおって、カエデちゃんめ。人工呼吸だ。カエデ。カエデちゃん。カエデちゃん。しっかりしろ、カエデ。生まれそうなのか。メープルシロップ。よしよし。ここに塗るんだ。そしておやすみなさい。でもリアルにこの髪型で寝、ね、転がるとチクチクしそう。二人は兄弟みたいでしょうね。息ぴったりで、チヨチヨ防具も手に入れて。昔の甲冑、紐で結ぶタイプはこんなに隙間があるんですね。脇の下とか先ほ刺し放題、首とか首刈り取り放題。オイゴンが仇を取ってやる。今助けに行くからな。うん、階段まだ生きてるよ。はい、ということで、ちょうどいい感じなので、本日はここまで。もうちょっと強くなったら、ここ挑んで、シロちゃんに勝てるのでは？じゃあ、シロ、三シロで、お届けしました。次回は、なんかもう、もしかしたらラスボスとかいう噂もあるので、頑張っていきたいと思います！それでは、バイバーイ！